こんにちは、金子健太郎です。今日はライブハウスの問題について語ろうと思います。ライブハウスに定期的に出演したりとか、もしくは見に行ったりとかする習慣のある人たちだったらちょっと共感してくれるんじゃないかなと思うんですけど、なんかライブハウスってまだまだこう努力が足りねえなって思う時ありません？まあ、もちろんそういうライブハウスばっかりじゃないですよ。本当に努力してて本当に素敵なライブハウスっていうのももちろんあるんですけど、まあ、そうじゃないライブハウスっていうのも実際結構ある。まあ具体的に言うと、例えばなんかスタッフの人たちの愛想めっちゃ悪いなみたいな感じだったりとか、なんかドリンクあんま美味しくないなとか、めちゃくちゃタバコ臭いなとか、なんかなんか音がいまいちだなとか、まあなんかこう、その、ライブハウスのお店としての、まあ微妙な点っていうのを感じることが、まあ時々あるんじゃないかなと思います。僕もすごい感じることがあります。で、やっぱりそういうのをどうやったら良くなるかなってことを僕、まあ何度も考えたことがあるんですよ。で、もちろん、例えばそのライブハウスのね、スタッフの人とか、店長の人とかに、スタッフの人たち、愛想悪くないですか？感じ悪くないですか？みたいな話をしたりとか、いや、僕めっちゃタバコ臭いの苦手なんですよね、みたいな話をしたりとかして、禁煙にしましょうよ、みたいな、分煙にしましょうよ、とか言ってみたりとか、まあそういう個別に、こう、働きかけていくことによって何かが改善されていくってことも、まあ、あると思います。なので、まあやるのが無駄とは思わないんですけど、まあ僕の感覚としては、それ、キリがないなって思ってるんですよね。結局じゃあ、もうライブハウスとかも特に東京都内とか言ったらもう膨大にライブハウスの数が実はいっぱいあるわけですよね。で、そこの一つ一つのなんか微妙なポイントっていうのもしかもね、こう言うのも気まずいじゃないですか、そんなね、いちいち僕、俺もね、感じ悪いと思われるかもしれないし。だから言うの気まずいを乗り越えて、なんかこの部分直してよっていうふうに言ってて、しかも本当に直してくれるかどうかもわかんないし、みたいな感じで言うとね、まあ本当効率悪いので、まあ、じゃあ、本当根本的に良くなるためにはどうすればいいのかなっていうことをいろいろ僕は考えたんですけど、まあ今のところ僕の結論は一つで、ライブハウスの食べログみたいなサイトを作るっていうのが理想なんじゃないかなと僕は思ってます。まあ、要は口コミ共有サイトですよね。このライブハウスに出たら、まあ、こういう点は良かったけど、こういう点微妙でした。星4つとか。このライブハウスに行ったらもうめっちゃ愛想も悪いし、めっちゃドリンクもまずいし、もう二度と行くかって思いました。星1つみたいな感じとか。まあ、そういう食べログみたいな書き込みができるようなサイトがもしあればですね。まあそれってもう、例えばライブハウスに出演する前の段階でも、アーティストもそのサイトを見て、このライブハウスなんかすげえ評価低いから出るのやめようぜってなったりとか。まあお客さんの方も、例えば目当てのバンドをもちろん見に行くと思うんですけど、まあ目当てのアーティストがいろいろライブスケジュールがある中で、まあなんかちょっとそろそろ一回行こうかな、久々にライブ行きたいなって思った時に、じゃあライブハウスの名前がいくつか並んでるわけですよね、そのアーティストのスケジュールのところに。まあその中で、じゃあこのライブハウスのちょっと評価見てみようつってそのサイトで見たら、いやこのライブハウスめちゃくちゃ評価高いじゃんって、いやこのライブハウスすげえ行ってみたいなって思って、じゃあその日のライブに行こうってなったりとかっていう風に、まあできるわけじゃないですか。そうすると、要は全然努力をしてない、まあダメなライブハウスは、そもそも出演してくれるアーティストも少なくなってくるし、まあアーティストが出演してもなんかこのライブハウス出た時動員悪いなみたいな感じになるわけです。で、その逆もしかりで、素晴らしく、まあ、素晴らしいクオリティを提供しているライブハウスっていうのは、出演者もどんどん集まってくる。素晴らしい。集客もできるし、音楽的にも素晴らしいし、人柄も素晴らしいみたいなアーティストがいっぱい出てくるようになるわけですよね。そういうアーティストを選べるようになるわけですよね、ライブハウスが。で、しかも、バンドとしてもそこに出た日は、なんか、お客さんも、この日はぜひ行きたいですっていう風に予約がいっぱい入るな、みたいな感じになったりとかして、本当に素晴らしい状態になると。で、言うと、だんだん、まあ、こういうダメなライブハウスは、まず一つ、まあ、潰れていく可能性ありますよね。もう誰も出てくれなかったら潰れます。だから、そういうライブハウスがなくなる可能性もあるし、もしくは、いや、まずいぞと。めちゃくちゃうちのライブハウス評価低いじゃんって思って、もうこのままじゃ潰れるわって思って、もうすごい努力するかもしれないじゃないですか。もうすごいスタッフの教育したりとか、もうすごい分煙なのなんだのっていうのをしっかりやったり、もうドリンクとか飲食物をすごい見直したりとか、機材をすごい綺麗にしたりとか、いう風に努力をして、いい口コミがちゃんと入るようにして、こっちになってくれるかもしれないじゃないですか。だから、それって僕らが一つ一つのライブハウスに一つ一つの問題点を指摘するよりも、よっぽどこう、綺麗な仕組みとして、ライブハウス界隈全体が良くなるんじゃないかなと思ってるんですよ。でですよ。まあ、ご存知の方もいるかもしれないですけど、僕は、まあ、音楽系の IT 企業のワールドスケープって会社を経営しているので、まあ、要はそういうウェブサービスとか、スマホアプリとか作れるんですよ、僕たち。なのになぜやんないのかいほというのはまあ思うでしょう。はい。ここにはですね、理由がありまして、まあ、それを作っても、ビジネス的にはどう考えても儲かんないっていうのが問題なんですよね。もちろん、お金さえ儲かれば何でもやるのかっていうタイプじゃないです。で、もちろん音楽業界が良くなってほしいと思って、この会社も立ち上げたし、ね、その今までいろんなことをやってきてるわけですよ。なんですけど、全然儲かんないと、やっぱり例えばプログラマーの人とかデザイナーの人に払う給料とかも払えなくなっちゃうから、やっぱりこれを継続して改善しながらいろんな人に広めていくっていうことができないんですよね。やっぱお金が儲からないと。
なので、まあ、そこはやっぱかなり難しいなと思ってるところなんですよ。なので、まあ、僕が会社としてそのビジネスとしてこれに取り組むのは現状は、まあ、難しいなということを思っているので、例えば、まあ、これを見てる方の中にプログラマーさんとか、ね、ウェブデザイナーさんとかがもしいたら、まあ、例えば趣味の一環として、まあ、そういうのをやってみようかなみたいなことをもし考える方がいたらですね、まあ、ぜひ連絡いただきたいなと思いますし、まあ、別に僕に連絡しなくても ぜひ勝手に作ってもらいたいと思います。それも僕あのそのサービスが広まるお手伝いは僕やりますので、できる限り。なのでそうやって、まあ、そういうサービスが何かしらの形で立ち上がって、まあ、なかなかお金にはなんないかもしれないけど、でもすごいそのシステムはみんなのおかげで広まって、なんかライブハウス界隈が全体的に良くなったよなっていう未来が来るといいなということを思ってます。もしくはもう僕がめちゃめちゃ成功してめちゃくちゃお金持ちになって、もうそんな1円も儲かんなくてもライブハウスが良くなったらいいわ、もう全然俺の身銭を切ってやるわっていう風に言えるぐらい僕が金持ちになれば、まあやりたいと思ってるんですけど、はい、その辺はちょっとだから直接的に今解決できないのが本当に僕としても心苦しいんですが、でも例えば皆さんブログやってたりとかツイッターやってたりとかね、インスタやってたりとかすると思います。そういうところでライブハウス行ったけど、こういうとこ良かったけどこういうとこ微妙だったわみたいなことをもうライブハウスの実名入りでもし語る勇気があれば、まあ、そういうのもまあある意味その食べログっていうシステムがなくても、まあ個人個人でそういうことをアウトプットしていくことで、まあ少しずつ良くなるっていうのはあり得ると思うので、まあこうライブハウスを行ってとっても素敵な思いをしたりとか、もう逆に嫌な思いをしたりとか、そういうのもできればアウトプットしていって、まあみんなにそういうのを共有していく方が全体的にライブハウス業界良くなるんじゃないかなと僕は思ってますので、ぜひ考えてみてください。この動画を見て皆さんの音楽活動や音楽ライフがより素敵になることを願っております。海洋健太郎でした。ありがとうございました。またね。そうだ、チャンネル登録ボタンは押してますか？ぜひチャンネル登録といいねボタンお願いします。